皆さんこんにちは。こんにちは。マネー&ユー TV の頼藤大樹と高山和恵です。今日もお金と向き合ってますか？イエーイ。はい、本日のテーマですが、 1g1 万円突破の金、金投資の種類、手数料、税金を一挙解説、イエーイ。はい、ということで僕たちはこちらの書籍の著者でございます。著者でございます。初めての NISA のイデコ、初めての資産運用、定年後ずっと困らないお金の話、大好評発売中ですので、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて本題に戻りますが、史上最高値更新中の金価格のチャートを確認していきましょう。こちらです。はいはい、まずは純金価格のチャートですね、うん、直近5年間のチャートなんですけども、うん、はい、2018年あたりからぐんぐん伸びてきて、すごいですね、はい、ね、このね、黄色の方ですよね、うんうんうん、1万を突破しているのが分かります。はい、はい、まあ、2018年から見ると5000円前後だったのが2倍になっていることが分かりますよね、うん、はい、はい、で金はインフレで価格上昇するだけでなくて、うんうん、戦争やウイルス流行などの有事で買われる傾向にあるため価格上昇が起こります。はい、で日本の販売価格はそれらに加えて円安も加味されているので、うん、ご覧のように綺麗な右肩上がりのチャートになっているということですね。はい、そうですね、はい、グレーの方はね、こう上がったり下がったりっていう感じですよね、うんうん、はい、まあ、ですが黄色の方は右肩上がりという感じが見て取れます。はい、はい、続きまして金 ETF 価格のチャートなんですけども、はい、こちらです。はい、はい、まあ、金 ETF というのは、うん、金の投資信託が上場して株みたいに取引できるものなんですけども、はい、はい、こちらも2018年から見るとですね、うん、2倍になっていることがわかります。綺麗に上がってますね、見てて ね、 ね、そう、1万3000円ぐらいだったのが、うん、今2万6500円で取引されてますからね、はい、はい、ということで、はい、まあ、金といってもですね、純金があったりとか金 ETF とか、うん、いろんなね投資方法があるわけなので、はい、まあ、今回まずはね、金投資の種類、メリット、デメリットをまとめていきます。はい、こちらです、うん、はい、はい、金字がね、金貨、うん、純金積み立て、金の投資信託、うん、金の ETF、まあ、5つがね主にあるんですけども、はい、まあ、それぞれどんな投資なのか、どこで買うのか、メリットデメリットをまとめたのがこちらの表ですね。はい、はい、金地金は、うん、現物の金インゴット、うんうんうん、延べ棒を直接購入するということで、うんうんうん、まあ、貴金属商とか、はい、宝石商とか商社デパートで購入できます。はい、まあ、メリットとしましては手元に置きますよね、うん、金の延べ棒がね、はいはいはい、綺麗だなみたいな、うんうん、はい、でまあ、そういう風に見て取れるんですが、はい、まあ、紛失だったりとか盗難のリスクもありますし、うん、まあ、金庫とかに預けると手数料が高めですよ、うん、ということです。はい、はい、で金貨は外国の政府が発行する金貨を直接購入ということで、うんうん、まあ、買う場所はね、金地金と一緒なんですけども、うんうんうん、まあ、金貨にねデザインが施されてますので、楽しいんですよ、見てね、綺麗ですね、はい、それを持ってて、うん、あ、こういうの持ってるんですよっていう、ね、話のネタにもなるわけなんですよね。確かに、はい、でデメリットとしましては金地金と同じですよということです。はい、はい、で純金積み立てはですね、うんうん、毎月一定額ずつ金の現物に積み立て投資です。はい、はい、買える場所は証券会社とか金属商、うん、銀行などで買えます。はい、はい、メリットは少額から投資可能で、うん、ドルコスト平均法の効果も得られますね。そうですね、はい、そして現物で引き出しすることも可能です。はい、はい、いつもは、うん、その証券会社とか貴金属商で積み立てているわけですよ、手元にはないんですけども、はい、うんうん、交換したいなって言った場合には引き出しも可能ですね、うん、ということです。うん、はい、デメリットとしましては積み立て時に手数料がかかりますということです。はい、でも初心者の人やりやすそうですよね。やりやすいですね、うんうん、ドルコスト平均法もありますから、はい、どこが高いか低いかっていうのも考えずに淡々とできるのかなというところですよね。はい、はい、で金の投資信託というのは金に投資する投資信託に僕らが投資をするということです。はい、はい、証券会社とか銀行で購入できますね、うんうん、でこちらもね、少額から積み立て投資可能なんですよ、うんうんうん、だ純金積み立てと同じぐらい手軽に始められるということです。はい、はい、ただデメリットとしましては、うん、現物を引き出せません。あー、なるほどね。そうなんですよね、はいはい、あとは保有中のコスト、これ信託報酬がかかってきますね。はい、はい、で金の ETF なんですけども、金に投資する ETF に投資ですよね、うん、はい、証券会社で購入できます。はい、金の投資信託より低コスト、うん、はい、でデメリットは金の投資信託と同じで、はい、まあ、保有中のコストは経費率になりますけども、経費がね、うん、かかってくるということですね。はい、続きまして金投資の、価格手数料も見ていきたいと思います。はい、はい、うん、で金地金数万円から数百万円、はい、ね、金貨をね数万円から数十万円と、ちょっとね、はい、手軽に投資するには結構高いかもしれないですね。そうですね、まあ、試しに1個買ってみようかなって言っても数万円はするわけですから、ちょっと高いですよね。はい、はい、で購入手数料は価格のスプレッドが載ってます。はい、
はい、僕たちが買う価格というのは、うん、取引されている価格にちょっと上乗せした金額で買うわけですよね、うんうん、もうこれ為替と同じような考え方です。そうですね、はいはい、それとは別に売買手数料が1から 20% かかることがありますということです。はい、はい、で保有地の手数料は、うん、例えば貸金庫に預けるとご覧のような、ね、手数料がかかってくるということですよね。なるほどね。はい、はい、で純金積み立ては月1000円からできるということですね、はい、でこちらも価格スプレッドとか購入手数料がかかってくるということです。はい、はい、年会費も、まあ、0円のところもありますけども3000円程度かかるところもあるというところですね、うん、はい、はい、で金の投資額は100円からできます。安い、100円から安いですよね。で購入手数料が資産残高かける、まあ、0.5 か 2% 程度かかるところもあります。はい、はい、で保有中の手数料はこれ信託報酬ですね、うん、まあ、大体最安が 0.4% ぐらいでしたので、うん、まあ、それぐらいはかかってくるのかなというところですね。はい、はい、で金の ETF は、まあ、数千円から数万円ということで、うん、まあ、一口単位で買いますけども一口の値段がね変わってきますので、まあ、こういうレンジになっております。うん、はい、はい、でまあ、購入手数料は売買手数料がかかってきますよというところと、うん、まあ、保有地の手数料も、まあ、信託報酬と同じようにかかってくるので、まあ、ご覧のような金額がかかってきますよということでございます。はい、はい、まあ、見ていただくと、うん、メリットデメリット手数料一長一短あるなっていうのが分かると思うんですよね。そうですね、はい、まあ、これだけじゃなくて、はい、税金面も踏まえてちゃんとね投資先を決める必要があるのかなというところで、はい、はい、続きまして金投資の税金です。こちらですね。はい、税金、はい、うん、で金投資はねちょっと複雑なんですよ。はい、そうですね、はい、分離課税のものもあるし、はい、総合課税になるものもあるんですね。はい、はい、一つずつ説明していきますけども、まず分離課税というのは他の所得と合計せずに個別に計算です。個別、はい、はい、一律 20% 払っておしまいです。うん、はい、で今回あの復興特別所得税はね省略しております。うんうん、はい、はい、で総合課税というのは、うん、種類の異なる所得を合計して計算です。うん、はい、そうそう、うん、だから給与所得などと合計して、うん、それに対して累進税率がかかってくる。はい、はい、下は 5% ですけども 45% で住民税率は 10% かかってきますよ、うん、といったところです。はい、はい、でそれぞれに該当するものがこちらです。はい、はい、分離課税は金投資信託金 ETF、うんうん、まあつまり金融商品なんですよ。うんうん、金融商品の場合は一律 20% 払っておしまいです。おしまい。はい。でも純金積み立てとか金地金、ね、うん、金貨といった金の現物に投資して得られた利益というのは総合課税になるってことです。総合課税。はい、難しそうですね。はい、うん、で会社員公務員など個人が譲渡して得られた利益は譲渡所得として扱われるんですね。はい、で給与などの他の所得と合わせて総合課税の対象になるんですが、なおですね営利を目的として継続的に金地金の売買を行っている場合にはその実態によって雑所得または事業所得として扱われるんですけども、まあ、今回は割愛させていただきます。はい、まあ、普通の通常の、ね、譲渡所得としていうふうに説明していきたいと思います。はい、で譲渡所得なんですけども、うん、これもまたね2つに分かれておりまして2つ、はい、それがこちらなんですよね。はい、はい、うん、所有期間が5年超なのか、はい、5年以内なのかによって、うん、短期譲渡所得、はい、長期譲渡所得っていうふうに税金の取り扱いが変わるんですよ。うん、あ、これまた複雑複雑ですね。はい、で短期譲渡の場合には、はい、売却価格から取得費とか売却にかかった費用は差し引いて、うん、そして特別控除50万円、はい、これを引いて、うん、残ったのが譲渡所得として課税所得に参入されるわけですよね。うんうんうん、で総合課税になっていくわけです。はい、はい、で長期譲渡の場合には、うん、途中まで計算式一緒で最後に2分の1をかけるということです。1/2、はい、うん、でこれが課税所得になって総合課税になっていくということです。あ、じゃあやっぱり長期の方が優遇されてるってことですね。優遇されてますね。うんうん、まあ、優遇されてるんですが、はい、特別控除50万円は両方とも使えるじゃないですか。はい、はい、そうですね。だから現物の金を投資してね、うん、得られた利益というのは50万円までは非課税で受け取れるってことです。そこ結構大きいですし、大きいですね、長期譲渡は2分の1課税の対象になっておりますので、はい、まあ、注目ポイントではあるんですけども、うん、まあ、ただね、こちらですね、注意点がありまして。注意点。はい。うん、純金、金地金、金貨の課税所得は総合課税ではあるんですが、はい、他の所得との損益通算はできないルールである点に注意です。あら、これは残念ですね。そうなんですよね。だから、この金投資をして、マイナスになってしまった。はい。って言った時に、給与所得でマイナスと相殺できるかなってことはできないということです。うん、なるほど。はい。うん、
ここはねちょっと注目ポイントというか注意点でして、はい、まあ、ですからこの損益通算したいなって言ったところを考えた時には投資信託とか ETF がいいわけですよ。そうですね、うん、株などの損益と損益通算対象になりますから、はい、まだ手軽さとか手数料、うん、税金面を考慮すると、うん、まあ、金投資信託や金 ETF が有利かなと思います。はい、まあ、ただね金の現物も特別控除50万円がありますので、そうですね、うんうんうん、まあ、それぐらいかなと、はい、それぐらいの利益で済むかなということであれば、うんうん、現物に投資するのもありなのかなといったところでございます。はい、はい、ここまでを踏まえまして、うん、動画のまとめしていきたいと思います。はい、はいはい、金価格 1g1 万円突破して史上最高値を更新していることで、うん、金投資に注目が集まっています。はい、金はインフレで価格上昇するだけでなく戦争やウイルスなどの有事で買われる傾向にあるため価格上昇になります。はい、で日本の販売価格はそれらに加えて円安も加味されているので右肩上がりになっているということですね。はい、で金投資には金地金、金貨、純金積立、金投資信託、金 ETF がありまして、メリットデメリット手数料税金がそれぞれ異なりました。はい、はい、金地金、金貨、純金積立の利益は総合課税、うん、金投資信託、金 ETF の利益は分離課税です。はい、はい、金地金、金貨、純金積立の課税所得は他の所得と損益通算不可です。不可、はい、うん、で金投資信託、金 ETF の利益は株などの損益と損益通算可能ですので、はい、まあ、こういった税金面も踏まえてですね、うんうん、まあ、投資先どうしようかなということを決めていただくのがいいのかなと思います。そうですね、はい、まあ、お手軽に投資しやすいのは、うんうん、まあ、純金積立とかね金の投資信託で積み立ていくということなんですけども、うん、まあ、手数料とか税金面も踏まえてですね、うん、選んでいただければと思います。はい、で既にね投資している人たちも、まあ、利益確定した時に、まあ、こういった感じでね税金の扱いも変わってきますので、うん、まあ、ちょっと注意していただいてね、確定申告もしないといけないことにはなると思いますので、うんうん、まあ、金の投資信託とか、ね、ETF であれば、うん、分離課税であればね、はい、確定申告必要ないんですけれども、うん、源泉徴収されてるわけですよ、はい、なのでその点はちょっと注意していただくといいのかなと思います。はい、はい、というわけでこのような感じで、生活に役立つ情報をね配信していきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと高評価もぜひよろしくお願いします。お願いします。僕たち X やっております。 X やっております。ぜひフォローのほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。 See you。